ザラ川のほとりにあり、オーストリア、スロベニアの国境に近い。首都ブダペスト南西、約2 2 0キロメートル地点である。石器時代後期にはすでに人が定住しており、後のこの地域には、ケルト人が住んだ。1247年にエゲルスクグ、1293年にエゲルセグの名で、初めて歴史上に現れた。 半の木のある角を意味していた。これは、二つの河川が交わる場所にある町の位置を表しているとみられる。1266年、ハンガリーオベーラ4世はこの土地を、ベスプレーム市教座へ寄進したため、町は、教会財産となった。ベスプレームから遠く離れているために、町で徴収された税金はしばしば町の支生者である、経験ギ家の懐へ消えた。 14世紀のエゲルセグは一体で最大の都市となっていた。1368年から1369年の短期間、町は王立都市にもなった。ハンガリー王シギスムンドはベスプレーム市教座に別の町を与える代わりにカニザイカエエゲルセグを与えた。1848年までザライゲルセグはカニザイケ領であった。1381年。 町に、石造りの教会が建てられた。1421年、エゲルセグは、オッピドゥムの地位を授けられた。このために、住民は1年に一度の納税で住むようになり、人々は自ら判事を選ぶことができた。人口が急速に伸び、16世紀のエゲルセグは、ザラ県の中心都市となった。1530年代に発展は、停滞に転じた。 弱体化した王の権力を利用して、周辺の領主がしばしば町を攻撃したのである。そして1526年のモハーチの戦いで、戦勝後、オスマン帝国が、ハンガリー征服を進めていた。1568年以降エゲルセグは要塞化され、城が建てられた。1570年に、オスマン軍が初めてエゲルセグを攻撃したが、手に入れることはできなかった。 ナジカニジャがオスマン軍に降伏した後、エゲルセグの軍事的重要性が高まった。しかし城は1616 16年の攻撃で甚大な被害を受け、1664年の短期間占領された。住民は戦争だけでなく国史病や重税にも苦しんだ。 ザラエゲルセグがたとえコミタトゥスの橋であったとしても議会が開催される地であったことから18世紀には首都となった。県庁の庁舎は18世紀に建てられたバロック様式である。1760年代には大きな教会堂、弊社が建てられた。一般住民は石造りの家に住めず、 1826年に住宅が石で作られるようになるまで幾度か火事に見舞われた。19世紀まで町で暮らす少数の職人や商人が自らが属す町の市況へ税金を支払っていた。ザラエゲルセグ住民の大部分はカトリック教徒であるが1割ほどユダヤ人がおり彼らには貿易の公園はなかった。このためたとえ町が行政上重要でも 経済的、文化的には重要ではなかった。3500人もの住民が暮らしていても、小学校は2校だった。文化の中心は、マジカニジャーとコスト兵だった。ザライゲルセグは1848年から1849年の革命や自由闘争では、補助的な役割でしかなかった。1870年には、町の地位を失って単なる村となり、 代わって、マジカニジャーが、ケントとなった。1885年5月、再びザラエゲルセグは町へ昇格した。1890年、チャークトルニアとの間に鉄道が敷かれた。19世紀後半から1920年代にかけて、再び町は発展し、建物が、次々と建った。第二次世界大戦中の悲劇は、ザラエゲルセグに暮らす1221人の、 ユダヤ人たちがアウシュビッツへ送られたことである。1945年5月、ザライゲルセグはソ連軍によって解放された。1956年のハンガリードーランでは、町は大きな役割を担った。10月26日に始まった革命で、共産主義の地元議会が逃亡し、ソ連軍が侵攻してきた11月4日まで、革命政府が議会を掌握していた。 姉妹都市の方向と距離を示す表中、クロスサのオフィシャルウェブサイト、パートナーシティーズ。ポーリッシュランゲージコピーライト1998から2001アーザドミアスタクローズナ、2008年10月23日、閲覧。ありがとうございます。